堀直虎は、江戸時代末期の大名。若年より、外国総武教。品野須坂藩の、第十三代藩主。品野須坂堀家十三代。天保七年八月十六日、第十一代藩主、堀忠四角の逸豆王として、江戸で生まれる。亀田宝斎一門の折衷派儒学を学び、蘭学を、杉田玄丹、平学を、上田藩士。 赤松小三郎らに学ぶ。文久元年11月6日、同母兄で第12代藩主、直武が隠居したため、その養子として後を継いだ。同年11月16日、従後医した長戸守に除任され、後に内臓を頭に改める。藩政においては、加納の野口玄米ら41人を粛清して、改革を断行し、英国式軍政を導入した。また、 江戸幕府の幕政にも加わった。文久三年九月十五日、大蛮党に就任する。源氏元年七月八日、天狗党の乱が起きると、その討伐を命じられるが、同年七月十三日、幕府に意見し、錆替えを命じられる。同年九月、江戸市中見回り役を命じられる。慶応元年十二月、五福教門番を命じられた。慶応三年十二月五日、 若年寄り県外国総武教に就任した。しかし、慶応4年1月17日、突如として江戸城中で自害した。去年33。自害の理由は、蕎麦、伏見の戦いに敗れて江戸に逃げ帰った将軍、徳川義信に対して大政奉還を進言した経緯から義信や幕府保守派に疎まれていたためとも、幕府を守るために、 吉野部に徹底抗戦を進言したが入れられず、そのために監視したとも言われている。ただしかつ改修の手記においては、折り直虎は乱心して自害したと記されている。なお、国元では3月10日に自家虎の死は、大阪から戻った吉野部に教順を進めて、受け入れられず自害したと東山道府に届け出がなされ、最終的に5月14日、新政府は、 直ラの若年寄りとしての責任は重大で処分の必要があるとしながら、本人の死亡とその経緯によって、これを免じるとともに、弟の名明が養子として、家督を継ぐことを認めた。ありがとうございます。